はい、人生初のカラオケを、いや人生初のカラオケじゃない、人生初の一人カラオケを1時間半満喫してきました。生まれて初めて来た四国で生まれて初めて一人カラオケ、はい、今何時だ、12時を回って駅はより一層寂しくなりました。12時20分ですね。あと30分ほどでバスが来ます。ここじゃないね、ここじゃないんですけどね、 なんだっけ向こうの方です。 S 口じゃなくて八百屋町です。八百屋町かな。まあのんびり賃貸行きましょう。ほんと寂しいね。当たり前か。あれ駅も閉まってます。新都市静まり返った徳島駅前をご覧ください。地元の方もあまり見ない光景なんじゃないでしょうか。島の人って信号をきっちり守りますね。これもう全然来ないであろう信号も、あの赤だと絶対渡りませんね、さっきから見てると。まあ私が見てた時だけかもしれませんけど、それはいつもどうかは分かりませんけども、私が見る限りではすごく信号をよく守りますね。横浜の人も見習ってほしい。まあ、今もお酒でご機嫌な若い人たちも3人いたんですけども、信号が点滅になったら止まりました。きちっと渡らなかったです。素晴らしい。あとこれ今バス停に向かっている歩道なんですけど、歩道が広く取られてますね。それでここは自転車専用の歩道です。こっちは歩行者専用。さっきそれ知らないでそっち側歩いちゃってましたけど、私こういう風に夜でもこうピカピカ光ってしっかり分けてますね。でしかも左右で分けてますね。これはちょっと左側通行しなさいよっていう、ことですよね。それを見てなんかいい街って気がしますね。星今日すごく期待したんだけど、やっぱりダメですね。あの明るすぎますね。都会すぎます。ごめんなさい、もうちょっと田舎だと思ってました。さて、ここかな？あ、ここですね。間違いないよ。反対じゃないよね。反対だとしたら、当たったら徳島の人に怒られるだろうな。いや、これです。間違いない。名古屋駅。12時50分発。で、5時45分に着くから、6時間かからないんですね。え？はい。え、違う、5時間かからないんだ。早っ！なんか、こっから名古屋って結構遠そうな気がするんだけど、まあ近いんですよね。あそこのなんだっけ、明石海峡、あそこ通っていくのが早いんでしょうね、きっと。もう四国には瀬戸大橋からしか入れないことを昔は思ってました。まあ割と最近まで。それが意外とスルッと関西から入ってこられるんですね。5時間かかんないわけだ。そうなんだ。でバスじゃないかな。名鉄のバスが来ます。結構後ろの方の左側ですね。で、名鉄のバス降りたらまた2時間ぐらい余るんですよ、時間が。何しよう、あの早朝に6時、店も開いてないしね。で、8時ぐらいにまた出て横浜に着くんですよ、夕方。まあ、むちゃくちゃなことをしてます。ほんと乗りに来ただけ。で、カラオケ隊に。で、ここでなんでスキヤじゃない、松屋で牛丼食べてカラオケしなきゃわざわざ、ここでしたことってそれだけですよ。他にちょっと、駅前をぐるぐる回っただけで、あと、気配185通ったっけ。それぐらいです。ここならではのことをしたのはそれだけです。まあまあ、いつか、もうちょっと余裕ができたら、四国巡りでもしたいですね。ちゅうわけで、あと数時間後で四国とさよならです。今あと数時間ちったけど、あと数十分ですね。失礼しました。はい、
12時50分になりましたけどまだ来ませんっていうのも結構確か遠くから来るんですよね。これ何時だっけ、始発は忘れちゃいましたけど、ここに書いたんだな。まあ、とにかくずいぶん走ってここまでやってきて、ここの私一人ですからね、ここから乗るっていうのはめったにないんでしょうね、きっと。まあもうちょっととか待たないと帰れないわけですから、待ちますけどもちろん。はい、来ないな。今それらしきバスがですね、向こうの交差点を、こっちに向かって来たんですけども、左に回ってきました。多分駅の方を回ってぐるっと回ってここに出てくるのかなと思います。多分こんな時間にだって高速バス走ってないですからね、多分私が乗るバスだと思います。あ、でも少し前にあれですね、 JR のバスが確か名古屋駅のあったはずなんですけども、実はそれで乗るつもりだったんですけど切符が取れなくて乗れませんでした。そっちの方が早く出発して遅く名古屋に遅く着くっていうちょっと面白いんですけど、それにゆっくりね座ってられるしね、そっちは良かったかなと思ったんで、なんかシートも言ったりしてるらしいし、でもそうするとカラオケができなかったわけだから、一人カラオケ生まれて初めての一人カラオケ、カラオケ。はい、あ、来たでしょ、あれでしょ、さっき言ったバスですね。はい、その通りです、あれです、きっと。三菱のエロスターですかね。まあ、左ウインカーをつけてこっちにやってきます。まさにこのバスです、名古屋行き。連結です、3706。来ました、大和駅じゃない、なんだっけ。名古屋、ただいまの時間5時45分、ほぼ定刻の到着で、私は次乗るバスが8時50分なんで、2時間50分、約3時間弱待たなきゃなりません。どこのバスなんか見たことある、JR の名古屋駅が見えてまいりました。もうやってんのか、うちは。ちょっとまだお腹空かないな、少しフラフラしてたらご飯を食べたいと思いますが、こんな早い時間やらないよ。あ、このお弁当はなんだ、どこも開いてません。歩いてしまいました、暇なもんで。どう見えてたんですか、あれはウィラーかな。なんだかんだ言って6時20分、
ガードをくぐって駅一周ってとこですかね。こっちが17なのかな。あれはなんか青波線だ。去年鉄道博物館に行くとき、博物館だっけ、そこに行ったときに乗りましたね。鉄のちょっと古い電車かな。あれなんだか青波線の次の駅まで来ちゃったみたいな。 JR かな、あの音は。適当なこと言ってますけど、あ、見えない。あ、見えた。あ、名鉄だ。名鉄は18メートル級でしたっけ。あ、ここから先駅の向こう側に戻ろうかと思ってんだけど、行けないの。はい、笹島ライブ駅に歩いてきちゃいました。なんか聞いたことある名前だな。まあ、通ってるから聞いたことあるっちゃあるんだよね。いかにも確かに新しくできた街という感じですね。で、ここから通れるのかと思ったらこっちですね。あ、いい風景だ。いいね。なんか面白い電車でも止まってますかね。あれ何かな、わかんない。あ、あれは何、電車ひたとかに使われてたっけ。違うか、わかんない。本当に新しい街って感じ。すごいな、すごいなってよ、この立体感。向かわせてますわ。あるの、いや、走ってこなかった。いや、ここに、あ、なんか来た。ちょっと待って、あれなんかライ…山並線か。名古屋近鉄もいるんですね。近鉄の通勤電車が入ってまいりました。で、向こうには、あ、向こうからは特急かな、あれは特急電車ですね。あ、昔からの塗装と新しい塗装と両方だ。昔からの塗装は白くていいですね。新しいのも悪くない。何回はな、今のより昔の色が断然好きですね。それに似てる相鉄のグループ、まあ、グループカラーのやつも、あれはちょっとあんま好きじゃないな。かといってあの黄緑がいいかというとそれでもないですけどね。とどうなったのか、迷路みたいになってるけど、こっちでいいのかな。どこに降りるのかわからないけど、とりあえず。もう続々と電車がやってくるぞ。これも特急車両ですね。気をけたら、あ、いいじゃん、このカラー。なんかかっこいい。色あせてるのがあるんだけど、しょうがないです、それは。都会的な。どっちから行けばいいの？これ随分高い歩道橋ですね。こっちから行った方が面白いかな。行ってみましょう。
眠くて声が出ません。はい、ものすごくぐるぐる回ってだいぶ時間が経ちましたと言ってもまだ1時間しか経ってないから今やっと7時回ったところだからあと1時間50分弱あります。そろそろお腹も空いてきたことだし本当は今日ね今日というか降りたらのんびり座っておこうかなと思ったけどついつい歩いてしまいました。まあいい運動になったんではないでしょうか。でもこれはどっかで買って食べるっていうことができるようになったようで意外と7時で開くんですね。お土産屋もなんか買いそうだし外あこれ JR 高島屋へー面白い。それにしても名古屋はゴミ箱が全然ないね。なんでこんなないんだずっとこれ持ってますよもう1時間以上トイレにもないしだからねそこら辺に捨てちゃうゴミが多いんだろうなって思いますけどゴミ箱欲しいな。いやいや別にゴミ箱買いたいわけじゃないんですよ。ゴミ箱に捨てたいな置いてほしいなってことですね。